俳優、中井貴一、61、が8月から主演朗読劇、終わった人、の全国ツアーを行うのを前に、東京都内で女優、木村みどり子、61、と会見した。原作は作家、内館牧子さん、74、の同名ベストセラー小説。舘ひろし、73、主演で映画化もされたが、初の朗読劇となる。会社を定年退職し、周囲から終わった人と見なされた中年男性、中井の悲哀と再生をコミカルに書く物語。木村は妻、娘、主人公が密かに慕う知人女性など複数の役を担当する。実は木村を共演相手に指名したのは中井で、その理由について、登場人物の人格を瞬時に変えて演じられる、心の七変化ができるのは木村さんしかいないと思ったからです、と絶賛。木村は、頑張ります、と感激の面持ちで熱演を誓った。中井は、僕らに定年はないけど、友人たちから聞くようになった。同世代に共感とおかしみを与えたい、と抱負。木村は、台本を読んで何度も泣きましたが、最後は明るい気持ちになれる。自分から縁を切らないことが大事だと思います、と物語のテーマにかけてしみじみと語っていた。8月23日に東京、亀戸文化センターでプレビュー公演後、同月31日の東京、草月ホールから全国8都市を回る。内館さんも見に来て、会見には内館さんも同席。自分を終わったと思っている人や落ち込んでいる人に見に来てほしいと呼びかけた。武蔵野美大を卒業後、13年間勤めた三菱重工業で社内報の編集を担当。毎年、100人近い退職者にインタビューした経験を機に原作を書いただけに、退職する人の恨みも晴らしてあげようと思ったんですよ、と振り返った。産経 ID:/id.3k.jp/e/1563 でチケットを先行発売中。